この後起こることっていうのは、あの、ガザ地区に対してイスラエルが地上軍を侵攻させて、ガザ地区の北部を制圧します。その後、パレスチナの人がガザ地区の北部に住めなくなります。エジプト側が難民を受け入れるという形で国境を開けて、ガザ地区の南部の人たちのがエジプトに逃げます。 多分ネタニヤフさんが本当にやりたいことでできるかどうかわからないんですけど、僕がやる可能性は20%ぐらいあるなと思ってるのは、南部もイスラエルが制圧します。なので、ガザ地区というところにパレスチナ人が誰も住んでないという状況にするというのが、多分ネタニヤフさんがやりたいことです。で、これが成立すると、もうテロが起きなくなるんですよ。 イスラエルってあのアイアンドームっていうのがあって、あのガザ地区からあのミサイルとかロケット弾が飛んだとしても撃ち落とすっていう仕組みがあるんですけど、そうは言ってもその今回みたいに大量にロケット弾を撃たれるとそれが撃ち返せないよってあるので、あれガザ地区なくなったらもうテロとかロケット砲とか来ないんじゃね って考えると、20年後の私たちの子供のために、ロケット砲やテロが起きない国を作るには、ガザ地区にパレスチナ人がいない状況にするというのが未来のためだよね、というふうに考えたときに、 ガザ地区にいるパレスチナ人を全員いなくさせるというのがイスラエルの未来にとって正しいよねというふうに考えたときに、それがやれるタイミングが今であるというふうに考えてやっているのではないかというのが僕の仮説です。 その、ウクライナ、ロシア問題があって、ヨーロッパってあったり、アメリカだったりというのが、そのもう、ガザとイスラエルの問題にそこまで突っ込めないよね、という状況であれば、そうならざるを得ないのではないかな、と。で、それが起きた時に何が起こるかっていうと、ガザ地区に住んでる人たちっていうのパレスチア人200万人と言われてるんですよ。エジプトにまあ、ちゃんと逃げられましたっていう人が半分いたとしても、多分100万人ぐらい死ぬんですよね。100万人ぐらい死ぬっていうのが、 ユダヤ人がドイツで殺された人数でいくと、そんなもんだよね。なので100万人の犠牲の上に正義と平和が起こり得るのであれば、ありだよね。というふうに、ユダヤ人の人たちが考えるというふうな構造になってるんじゃないかな、というふうな気がするんですよね。別にあの僕は善悪な話をしてるわけではないんですけど、 深淵を望む者は深淵に組み込まれるのであるっていう、そのミイラ鳥がミイラになるみたいな、その、あれだけ迫害を受けたユダヤ人という人たちが、その迫害をする側に回ると、迫害をした人たちと同じことをしてしまうっていうのが、いや、なんか人間ってそういうものなんだよねっていう。パレスチナを支援するっていうので、あの、イランが結構動いてるという説があって、 で、イランが動かないように、そのシリアの空港をイスラエルが爆撃したりっていうのもあるんですけど、ただそのイランが動くことで、そこの戦争が長期化することで、被害者が増えるのか、どうなんだろうね。と、話し分で聞いてください。例えばそのガザ地区で、えっ、ー、と、人がずっと生まれ続け、毎年5万人ずつ死ぬというのが、 その何十年も起こり続けるのと、100万人でこの問題が解決するのかっていうので考えるのであれば、長期的には100万人死んで、その後に誰も死なない方が死ぬ人数は少なくて済むのではないのかっていう計算も成立すると思うんですよ。 ハリウッド熱血教室っていうのをハーバード大学でサンデル教授がやってた政治哲学の問題を NHK がテレビ番組でやってたっていうのがあるんですけどトロッコ問題っていうので言われていてこのままトロッコを走らせると一人死んでしまいます。でもトロッコの方向を変えたら三人死んでこの一人で生き残ります。その一人は自分の友達でした。その時に 友達一人を殺すのを選ぶのか、赤の他人三人を死ぬのを選ぶのか、どちらを選びますかっていう質問があるんですよ。人の命というのは平等ではない。自分の友達が死ぬのは嫌だ。でも、赤の他人三人が死んで、自分の友達が生き残るんだったら、その方がいいよね。じゃあ、自分の子供がこのままトロッコで行くと死にます。 赤の他人の死んだ魚埋めをしてる性格のあいデブのおっさん二人が反対があります。自分の子供を殺すのか、赤の他人の死んだ魚埋めをしてるおっさん二人を殺すのか、どっちがいいですかってなると、多分親は赤の他人の死んだ魚埋をしてるデブのおっさんを殺すと思うんですよ。イスラエルの人たちっていうのを考えてるのは、 将来の自分たちの子供孫がテロで死なないようにするには今やるべきことは何かっていう話だと思うんですよね。そうすると今殺すべきは赤の他人であって将来の自分の子供孫を殺すよりも赤の他人を殺した方が死者の総数は少なくなるよねというふうなその正義とは何かっていうそこの計算の話だと思うんですよ。 でこれ僕、あの、別にあの、どちらが正しいとか、誰が正しいとかっていう話をするつもりないです。ただ、その、イスラエルの人たちはそのように考えています。それをアメリカは止める気もありません。ヨーロッパ、フランスは止める気もありません。で、日本は、あの、実は中立の立場で、ガザにもイスラエルもどちらにも肩入れできるという結構自由な立場であるんですよ。で、ただ、ほっといたら、イスラエルが勝ちます。 日本人としてガザを助けるべきだという世論が51%以上になってで、日本はガザ側に着きますっていうのも、日本人はまだ可能なんですよ。でも、今のところ、このままいくと、多分日本人はほっとくという選択肢を取ります。っていうのも、実はその皆さん、あなた方が今決めてることなんですよ。 要は、あの、増税メガネって言って、増税を岸田、あの、岸田総理にさせないっていうのをやってるんですけど、でも、あの、社会問題、国際問題に関しても、日本人というのは実は関与できるポジションにはあるんですよ。え、最初イスラエル応援でしたが、もはやどっちでもどっちゃ、あちこち戦争を紛争破壊で人数を滅亡すればよい地球のために、地球環境を考えると人類は減った方がいいよねっていうのが正しいんですよね。確かに、ハマスの人たちが攻め込んできて、ライブに参加してた全然関係ないイスライン人たちというのが、 殺されたり出しされたというのは悪いです。なので、ガザのハマスはやったのはテロです。これは良くないです。で、その後にイスラエルがやった無差別爆撃。これも良くないです。要は、ハマスが悪いことしたんだから、ガザ地区の奴らが悪いよね。だから無差別爆撃だっていうのも悪いです。なので、ハマスもイスラエルも悪いです。両方悪いです。 こ,これが事実なんですけど、なぜか、ハマスが悪いからイスラエルは正しいとか、イスラエルが悪いからハマスが正しいとか、あの、なぜかどちら側かに寄ろうとするんですよ。あの、今現状起きてることは両方悪いです。要は、善と悪に分けようとする人っているんですけど、両方悪です。で、ただ、彼らにとってみたら、自分たちは正義なので、その、 彼らの価値基準によると多分両方正義です。要は両方正義と両方悪っていうのはあるんですけど、でもなぜかどちらかが正義でどちらかが悪という善悪二元論で物事を理解しようとする人っているんですよ。両方正義であり両方悪っていう状態なんじゃないかなと思います。